4日朝、自宅で死亡しているのが見つかった中川翔一元財務大臣の通夜が先ほどから東京港区の寺で営まれました。鳩山総理も参列する予定です。安倍元総理が到着しました。中川翔一さんの通夜には与野党の議員が次々と訪れ、早すぎる死を悼んでいます。突然の悲報から4日、中川翔一元財務大臣の通夜に多くの人が訪れ、その死を悼んだ。通夜を前に行われた最後のお別れ。遺体を乗せた車は中川氏ゆかりの場所を巡った。1983年の初当選以来8期連続で議席を守り続けた中川氏。そして本当に申し訳ございません。8月の衆院選落選後も再びこの国会へと戻ることを誓っていた。所属していた伊吹派の伊吹会長はその死を早すぎると惜しんだ。僕らの同期の中でも一番年が若い人だったからね、一番最後まで残って自民党の旗を立ててくれると思ってたからね、本当に少しまあ早すぎるじゃないか翔ちゃんっていう感じかな、自民党再建の担い手の一人。そう期待されていたのが党幹部閣僚を歴任してきた中川氏だった。遺体は農林水産省へ。父一郎氏が農林水産大臣を務めたこともあり、農水族として頭角を現し、小渕内閣では農林水産大臣を務めた中川氏。そして遺体を乗せた車は小泉内閣で経済産業大臣を務めた経済産業省。今年まで盟友麻生総理の下で財務金融大臣を務めていた財務省へ。明日の葬儀は自民党と中川家の合同葬とし、葬儀委員長は谷垣総裁が務める。